国鉄旅行連絡所。これ旅行会社の建物だったってことですよね。夜の駅ってのもなんかいいですよね。皆さんこんにちは。今回も始まります。まあこの辺りなんですけども、まあ冬のシーズンはかなり豪雪地帯ということで、まあ現在の気温が5度くらいということで非常に肌寒い感じです。まあこの辺りね、2011年まではスキー場があったということですよね。もう駅の近く目の前にスキー場があったんですけども、現在はスキー場もなくなり、数軒の家と駅が残るということになってます。踏切を越えたあたりに駅があるということですね。このあたりなんですけども、冬場はスキー客でごった返していたようなんですよね。まあ、この駅のそばにスキー場とか山荘があったんですけども、2015年に解体されてしまったようですね。 Google マップのストリートビューでその当時の建物が確認できたんで、興味ある方はぜひ見てみてください。国鉄旅行連絡所。やっぱ国鉄です。かなり昔ですよ。これ旅行会社の建物だったってことですよね。で、今日はこちらです。今回の駅が JR 芸備線道後山駅となっております。こちらなんですけど、 JR 西日本の岡山支社が管轄しているようです。昔の看板があるんですけども、ちょっとわからないですけどね。はい、でちょっと今日こちらにお邪魔しようかなと思います。駅にね、もうこれもなんか立派な駅ですね。これトイレね、比較的最近のまたいい感じのね、温かみのある木の作りのね、国鉄の旅行の建物があるのはすごいですね。で、なんか入っていきましょうかね。夜の駅ってのもなんかいいですよね。おっとっと、やっぱ寒いんでこの地域はこういうドアなんですね。はい、こんな感じで駅のね、案内というか、かなり山間部なんでね、やっぱり雪の絵とかありますね。これが1月の様子なんですけど、もうすっごい雪ですね。
まあ、雪の関係で多分こういうコンクリートの作りになってると思うんですけどもね、頑丈な。すごいな。よし、あ、なるほどね。観光に力入れてるってすごいですね、こういうとこで。写真ですね。どういう感じなんだろうね。あー、そう、建物があって、まあその観光、スキー関係とか、なんとかな、この駅舎。スキー、あー、なるほどね。もう昔のね、看板とかをね、こうやって撮ってんですよね。まあ今の若い人からしたらね、まあボロのやつを撮るなんて、載せるなんてみたいな思うかもしれないですけど、ね、この時代に生きてたとか、人にとってはすごい懐かしいなっていう思い出になると思うんですよね。これが昔の看板です。電車の本数も3本ですね。これが山ですかね、この。あ、でもね、寒いですね。かなり。寒いです。かなり山の上なんで。ちょっと駅舎の中入って、外出ていきましょう。逆か、慣れないですね。昔というか、結構ね、登山とかでね、訪れる人は多かったんでしょうね。スキー場とかあったりとか。これが雪の深さを測るやつですね。あ、でも寒いです。寒いですね、めちゃめちゃ。しました。まあね、なんかいろいろ木の駅舎をよくこの辺とか見たんですけども、ここだけはなんかコンクリート、外側はコンクリートでねできてて、中はね木とかなんですけども、やっぱりその豪雪地帯なんで、雪の重みで、倒壊しないようにコンクリート作りなのかなと思いますね。で、本当にね、こういう昔ながらの看板とかを大事にされてるかなと思いますね。まあ、その他ね、やっぱスキー場なのかな、やはりそういう背景があって、なんだろうな、昔ながらのこうやってね栄えた、形を残してるということですよね。はい、ということで、でね、この駅の前にこの国鉄の、旅行関係の
があったと思うんですけど、おそらくねこのスキーとかの、ツアーとかの管理とかしてたのかなっていうような感じもしますね。というわけでありがとうございました。すっごくいい場所です。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも